ベテランプレイヤー VS 18歳のルーキープレイヤー。さあ敵はかなり距離を取ってる。しかもこっちはスカンピー側としては会場にも行かないといけないから、いやーサウグ持ってるけど敵はマドックスだからかなり不利の状態で、このこのショット、いやーそりゃあね叫ぶんですよこんな。でなんでこんなねファンもこううわーって盛り上がったかっていうと、はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今回はですね、今行われている CW アナハイムコールオブデューティの世界大会の試合の一部をね、まあ一緒に見ようじゃないかという動画になってます。で途中途中まあ僕の解説も入れられたらなと思っています。でこの試合はオプティック対フェイズクラブの、試合ですね。でベストオブ5の最後のサーチ&デストロイで、まあ本当まあこのもネタバレしちゃうんですけど、まあこの試合も配信されたから知ってる人も多いと思うんですが、まあこの後ねオプティック勝ってその次の 100T 戦でオプティック負けちゃうんですけど、今大会オプティックかなりねいい強いです。でこの試合はね、まあ昔から見てるファンならかなりこう熱くなる部分があったので、この試合をねちょっと選んでみました。で CWL アナハイムまだね続いてるんで、まあ今日撮ってる、まあ16日の日曜日に撮ってるんですけど、まだね明日もあるんですけどね、まあ決勝戦またいい試合があれば動画にねこういう感じでしたいと思います。さあフリクエンシーのサーチ&デストロイ、まあところどころ選手の紹介もできたらなと思うんですけど、さあオプティックは最初かなりこう広がってる状態から、こっから一気に動きます。まあ情報を索敵しつつ、まあ一気にこのハードポイントの一歩、僕たちが丸って呼んでるとこですね、に一気にこう移動しますね。で、フェイズ側からしたら、まあ A 見てて来ないんで、あ、B かなって言って B に若干人数割いてる状態。さあ、一気にここが、オプティック側が、ハープの一歩に到着しました。で、こっからね、センターのゼロを一回ダメージ与えて、ね、引かせます。でここから一気にオプティックが、敵のね一回にセンター一気に詰めていきますね。なんですがゼロがここでまさかの SR をしっかり当てていく。で、まあジリスの建物に、まあ、こう入り込んでる情報がフェイズ側にはもう入ってるんで、じゃあ囲むかっていう形に入ってますね。でフェイズは裏取りに2枚割いてる状態です。でしっかりと裏を取って1枚削る。敵の最後尾を削れたフェイズ側はかなりいい感じで、スクラップスもさらに1キル取ったんで、かなり人数より5対2っていう人数有利が取れました。でオプティック側からしたらもう A に設置するのはやっぱり難しい。人数不利を取ってる状態で設置っていうのはやっぱり設置中にすぐ殺されちゃう可能性もあるし、設置後守るのはかなり難しいので、まあオプティック側からしたらある程度人数を削ってから A 設置っていう動きだと思うんですよね、これ。でスカンピーがまず1キルします。残り20秒。で TJ がセンターで1枚、こっからのこのショットもう一回戻りましょうか、もう一回ちょもう一回見ましょう今の。ちょ動画だから戻せる。1キルしてからのこのショット、いやーこの斜めジャンプは化け物ですね。今大会 TJ がかなり爆発してるんだけど、今のはすごい本当に。でスカンピが設置しました。で 1v2 の状態。さあでこれですね、この A の設置後ってやっぱり侵入経路が多くて、プラスなんかねボムを確認するのが若干難しいんですよね、なんかちょっとしたくぼみにあるというか。なので、まあ、スカンピーはこうリスクを取らず、もう相手がすぐ会場に入らないだろうとも決め込んで、動いてる状態ですね。こういうふうに無理にこうボムの方に顔を出さず動いてるんですが、ここでまさかのフェイズ側は会場に入ってるという、まあお互いこう強気なプレーをした結果、まあ今回はフェイズが、まあ、じゃんけんで勝ったような感じですね。これはちょっと大きいな。でも2対5の状態からオフティックよくここまでね削りましたよね。まあ、あの状態からもしかしたらワンチャンあるかもっていう状態まで持っていけたのがかなりすごい。これはやっぱりすぐ設置しちゃうとね、人数不利ですぐ潰されちゃう可能性もあるんで。さあ次はオプティックが守りですね。さあオプティックコールが始まった
これ会場で消えてると本当地面揺れるからね。で、フェイズ側はハーポンの1歩から一気にこう A サイドに詰めてますね。で、ゼロが1人裏にしてます。さあかなり強気にこれは A に前線を上げてもうすぐ接地に入ってますね。さあこれはかなりフェイズがもう有利な状態になってます。でこの6番、ミニマップちょっとちっちゃいから見づらいかもしれないけど、左上の6番のゼロがしっかり裏見をしてるんで、フェイズ側としてはまあ裏サイド、ジリス側からは人が来てないっていう情報が手に入れられてるので、もうこれかなり敵正面じゃない、オプティック正面から来てるんじゃないっていう情報が多分入ってると思います。でプラス なんか正面も勝ったんだよね正面も人数フリーのはずなんだけど、なんか勝ったっていう、まあ、さすがのこうチームショットだよねこれは。まあ、フェイズの特徴としては、今回ねイギリスのスクラップスとかゼロとかっていう元レッドリザーブのイギリスの選手がいるのと、まあ、セリウムっていう18歳のねニュースターがいる、もう化け物って言われている選手がいるんですけど、まあ、セリウムが注目かなやっぱり。さあスクラップス、イギリスの選手ですね。まあ、かなりこういろいろ可愛いところが多いんでね、人気の選手だねさあダッシーはハーポンの一歩から左側から来る敵を除きつつ、王子はやっぱりまだ広がった状態ですね。でフェイズはハーポンの一部に結構人数を割いてる、 A に守りを割いてますね。まあこれはオプティック側としてはまずこう情報を手に入れるとこから相手がどこに何枚いるのか。さあここちょっとオプティックハーポン1歩丸側一気に攻めようとして、そうだ、さあ 1v1 この状態、このハーポン1歩の中は 1v1 が発生してます。ダッシーとセリウム、あーパンチー、ダッシーが勝ってきましたねやっぱり。その間にカルマもこれセンター詰めてるんですよね。このカルマどっから来たんだろう、ちょっと動画の中に戻るぞ。お B サイド行ってますねこれ。3番のカルマが味方がこう左から、まあ、ハーポンの1歩から詰めてる間に、あ B いない B いないって言ってセンターから抜けて、あ B からセンター登ってそのままセンターも詰めてる。かなりオプティカをこう噛みすぎだろ取れてるポイントが多いね。これはちょっとゼロもね、フェーズ側もちょっと予想してなかったっぽいね。で3対1、もうこれは人数より取れてるんでね、確実に行きたいね。ここでまさかのカルマが勝っちゃうっていう。ダッシーはプロリーグ参加は、まあ、ワールドウォー2からですね。まあ、それまではもちろんアマチュアリーグとかそっちの方でやってたんだけど。さあオプティックはやっぱり A 守りに最初人数割いてるかな。でちょっと面白いフェーズがセンター下からこれ B に流れそうですね。 B に流れてます2枚。でこれはですねあれだね、フェーズのこの2人が先に B にシフトしといて、まあ残りの3枚が B に行くんだけど、先に2人先行して、まあ、B にシフトするルートを確保しておくって感じかな。で、まあ、残りの3枚がセンターにいたんで、若干ね、オプティック側は、その A にいる人が、とセンターにいる人、若干こう、釣られてる感じ。こいつらまだ B 攻めじゃないんじゃないかっていう風に警戒してる状態ですね。でここで一気に B に合流します。やっぱりこの先に2枚先行して B 取ってたんで、まあ B へのシフトはだいぶスムーズにフェーズはいけた状態。さあこれ1枚、ここで結構ねもうお互いも存在は気づいてるんでチームショットの打ち合いが始まりますね。うまい。でしっかり今この今映ってるダッシーの後ろに4番のクリムかな、クリーム6が ICR で後ろからね、アシストしてましたね。まあちょっとチームキリも入っちゃったけども。まあでもしっかり敵のフェーズの B 攻めは止められたので、さあ、こっからどうするか。で、ここ、2番の TJ がこのセンターの下にいるのかな。これはセンターから、まあ、
シフトしてくる、センターから B にこう流れてくる敵は確実に抑えてる形ですね。で、これはちょうどこういう形になりますね。で、やっぱりこの残り10秒とか、本当13秒とか時間が少ないんで、まあ敵はやっぱクリアリングが甘くなるから、ああいう角待ちがね、効くんですよね。で、今ね、さらっとね、なんかやばいショットが生まれたんだよな。ダッシーのスライディング、おい、これはうまいね、綺麗ですね。で、やっぱ、まあ、ランクマッチとか、なんかフェーズとかでも有名ストリーマーで、こうスナイパーうまい人っているじゃないですか。で、スナイパーがうまいからといって、やっぱこういうプロシーン、ガチの試合、サーチとかで当てられるかって言ったら、やっぱそういうわけじゃないと思うんですよね、やっぱ。別にスナイパーのこうエイムスキルだけでやっぱこういう風に抜いてるわけじゃなくて、他にいろんなスキルももちろん必要だし、でプラスしかも相手もトッププロなんでね、そういう中でしっかり安定して当てるっていうのが本当やっぱすごいんだよね。さあ、というわけで見ていきましょう。もうめちゃくちゃ喋ってるよ今回。もう1週間分ぐらい喋ってる僕。さあ、またフェーズ A を結構がっつり守ってるね、これは最初から。ね、オプティックは結構似たような攻め方を毎回してて、今回は B に結構早めに流れたと思ったけど、センターに合流しない。結構面白い動きをしてますね、これは。さあ、かなり広く取って B に行ってます。で、スカンピーがこう前 B 前をショルダリングして、まあ、B 前にはいないっていう情報が入ったんで、まあ、これ設置しちゃおうってことで設置します。さあ、オプティックは4番のダッシーとかは結構後ろにいたりだとか、センターも取ってたり、5番の、5番誰だ ?4 番がクリームか。4番クリーム、5番、ダッシーと、センターも結構ね、取れてるから、かなり広く取ってる。ただ、そうだね、オプティックはそう広く取ってて、やっぱ正面が薄くなっちゃうんで、ここでフェーズのかなり正面のプッシュが強かったですね。早かった。ってことで、まあこれは仕方ないね。正面から崩されてしまったね。まあここも読み合いですね。オプティックはこう広く取ってたんで、まあああいう広く取る取り方は、敵がこう挟み込んでくるときとか、まあ、分散するやり方をしてくるときには、すごくやっぱり刺さるんだけど、今みたいにフェーズのこの早い判断で正面から一気に来ると、なかなかね、対処が難しいですね。うん、やっぱり結構 A に3枚ぐらいかな、オプティックも割いてますね。で、まあ結構最初はお互いこう広がって情報を手に入れるような動きが多いね。さあ、これなんとか、本当に今の予想してなかったね、お互い。さあ、1枚削りました。この人数より本当に大きい。さあ、フェイズ側としては一旦こう B にグループアップ、3人固まってちょっと B プッシュしてみようかって感じかな。まあそのまますぐ B に設置することなんて絶対ないと思うんで、まずフェイズ側としては、まあ、1枚2枚削りたいところだね。さあ、オプティックは B に3枚、A に2枚で、 TJ がこの窓からセンターを見てるんで、まあ、オプティックとしては全レーン、この B 側、センター側、 A レーン側っていう全部が見えてるんで、情報をすぐ手に入れやすいですね。はい、じゃあ A 移りました。あー、これオプティックは A だって言って B の2枚が一気に下がって A に寄っていきますね、これで。で、さらに1枚 B に残ってた3番のカルマはここで裏取りですね。で、このカルマが裏取りすることによって、まあ敵は、まあ、こう、B 側にシフトしてきてないっていう情報も獲得できるので、もうこれはオプティックのこの取ってる情報量がものすごい多いですね。さあ、これはもう、多分オプティック側からすればフェーズの場所がもう、手に取るように分かるはず。あとは挟んで終わりって感じですな。さあ、4対1だけど、ほら、こういう今のスライディングとか
人数よりめちゃくちゃ取れてて、もうほぼ勝ち確だけど、やっぱりちゃんと無理な打ち合いはしに行かないですよね。ちゃんと味方待ってから打ち合いに行く。やっぱ海外プロのすごいところって、やっぱこういうところがね、基礎的な部分、完璧なところがすごいんですよな。さあクリード6も長いですね。スカンピーも選手歴は長いです。スカンピーと僕24、ん？今年僕24で、スカンピーはもう24かな。まあ同い年なんですよね。おーい、いやー、当てるね、ほんと。やっぱこういう試合で安定して当てれるって本当すごいと思う。ダーシーは本当基礎完璧で、ちゃんとやってくる。さあ、この B 側のこっちの L 字でぶつかり合いましたが、ちょっとこれフェーズとしては多分あそこの L 字角の部分にあんなに人数いると思わなかったんでしょうね、フェーズとしては。だから潰しに行っちゃおうっていう作戦だったけど、思ったより敵いるやんっていう感じだったんじゃないかな。まあこれフェーズもうね、敵に倒されたらポイント与えちゃうだけなんで、まあ自殺に行きましたね。さあまたちょっと守り方としてはオプティックも同じような感じだね。まあ最初ハーポリチポ A 側に結構人数を割きつつ、やっぱりフェーズも似たような、最初は広がって情報を得るような感じ。で、ゼロが、センターをスナイパーで抑えてますね。やっぱこういうスローな攻め方っていうのは SR が効いてくる。本当に。1枚削れたら本当大きいんで。さあ、ここでフェーズ側としては、まず、A、このハーポの1ポ、丸って言いましょう、もう。丸の部分に、人数をかけて、敵にね、A、A 攻めだと一瞬こう思わせますね。で、そっから4枚、3枚か。3枚下がってシフト、ボム持ちはシフトしに行く。で、8番の、ズーマがまだ丸に残ってます。丸に残ってます、ズーマ。で、ほら、ズーマが丸から体をチラ出しすることによって、まだオプティックは、こいつらまだ、A に来てるんじゃねっていう風に思わせられる。だからこうね、普通下がっちゃうと B にシフトしたら B に移ったと思って、やっぱ守り側もオプティック側もこう B に移動したりするんですけど、このズーマがね、こういい感じに敵を釣ってるんですね。ここでほらチラチラ釣って、で、ここで後ろも1枚シフト中に1枚削りましたね。誰だ、ダッシーを削ったのかな。まあ、オプティックも多分、これ、A 攻めだと思ったんで、まあ、裏取りに行って、まあ、裏やっちゃおうと思ったんだけど、残念ながらシフトでしたっていう。敵は固まってたっていう感じですね。さあ、これは刺さってますね、このシフトは。さあ、オプティックは A に結構最初人数釣られちゃったんで、B の固めがまだできてない。B 攻めがちょっと、B の守りがね、薄かったので、このフェーズの攻め方はうまかったですね。まあでもこういう作戦全然日本チームはやるんですけど、全然まあ定番っちゃ定番、こう A にこうね引き寄せてから、引き寄せつつのおとりを作りつつのシフトするっていうのはまあ定番っちゃ定番なんだけど、まあ本当ミスすることなくしっかりやれたっていうのがね、やっぱり大きいね、これは。さあ、4対4です。さあ、こっちと、このラウンド取った方が一気に有利になりますよ、と。で、ダッシーが、丸にスナイパーを覗いてます。で、フェーズはセンターに2枚、センターの下に2枚咲いてるね。でもやっぱり最初攻めはお互いこうやっぱ広がってる状態。おぉ、反射。まあ今のほぼ1キル取れたような状態でしたね、もう。さあ、どうするか。とにかく、まずお互い情報を手に入れたいですよね。どこに何枚いるのか。さあ、まあ、オプティックはまず、この丸から A サイドに、まあ、プッシュしてみようか。まあ、これで多分削れたらシフトするし、そのまま A に行けそうだったら行くって感じだと思うんですけど、まあ、ダッシーの SRR のは非常に大きいですね。おお、ここもラッキーキル。ちょっとズーマー、これはちょっとミスかもしれない。さあ、A に入れました。
で、カルマはセンターで削られてしまったんですが、まあ、設置に入りますね。さあ、設置しました。3対4で若干オプティックが人数不利の状態。さあ、フェイザーかなり囲みに行ってる状態ですね。多分3方向から行くかな。センターから、あと、前と後ろから。3方向から囲みに行く状態なんだけど、ここでまさかのクリームのね、壁抜き。これはちょっと回避できないね。さらにダッシーもまあセンターいるだろうってことで、この窓から1枚削り、人数量一気に取りました。ボムも会場には入ってない。スカンピが前を打ち切るして、後ろで赤点出た。しっかりすぐカバーに行って。いやー、これはそうだね。フェイズカーとしてクリームの、壁抜きでちょっと1枚削られてしまったところからちょっとね、崩れたね。さあ、スカンピー。いやー、彼はね、もう10、何歳だろう。ほんと16とか、ほんと若い時からもう COD スポーツに入ってるんで、ほんと歴が長いですよね。僕と同い年なんだけど。僕の何倍も COD スポーツを何年もやってる。で、まず、ここで、まあ、ダッシーが B でをね、チラ見してます。ショルダリングで人数を確認してます。で、あ、これ、これ、見えた今。あれ、見えてね。あ、来た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 、カルマ来たよって、隣にカルマがいるんですけど、で、この角で2枚体制で迎え撃ってますね。まあ、ここ、B から顔を出した敵を、まあ、2枚で、まずは削るっていう、待ちきるになってます。で、削りました。さあ、カルマと一緒に1回まず引きましょう。で、その間に一気に A 側に行った2人が、B に寄っています。まあ、これは、まあ、B にかなりね、人数がもう、いるっていうダッシーの情報が入ってるんで、もう一気に B に寄りますよ。しかも人数よりも取れてるから、正面から詰めるのは非常に有利。なんだけど、で、まあ、さすがにね、フェイズもプロですから、これはやべえってことですぐ動きます。さあ、ズーマもちょっと面白い、ここ面白いことしてますね。かなり思い切ったプレイ。一人でこうセンターを上がってみるっていうね。まあ確かに、フェイズ側としてはさっき B でアクションを起こしたので、まあ、奴らはまだ、オプティックはまだ B 側に人数割いてるだろう。じゃあ、センターが薄いんじゃねってことで多分センターこう、思い切って詰めてみてますね。うまい。やっぱ、こういうピンチな時こそね、思い切らないと勝てないんで。なんですけど、ここ、ちょっとズームがスタンをミスってしまいましたが、まあ、スタンをミスしなくても、センターね、オプティック人数かけてるんで、これはちょっと多分勝てなかったかな。で、今、フェイズがね、ちょっと設置しました。ちょっと戻りましょうか。さあ、オプティックがセンター3枚合流しようとしてます。削りました。で、A 設置、フェイズはしました。4対3。ザ・ゼロが丸をカット。最奥を、早い。展開が早い。スクラップとセリウムが。最悪潰しに来ましたね、これ思い切って。で、この時点で、まあ、センターで赤点、ゼロとかが丸で打っちゃって、まあ、センターで赤点が出てるんで、まあ、スクラップスとゼロ、あ、スクラップスとセリウムのこの A に行った二人としては、まあ、じゃあ丸側じゃない、ごめんなさい。テキリス側を潰しに行こうと。やっぱり囲まれて潰されるのが一番ダメなんで、これはまず正面を潰しに行かないと、これはやばいと思ったんで、この二人グループアップして、ここにいるカルマを二人で倒す。で、まあ、このマップの左側半分は、まあ、フェイズ側が取りましたよと。まあ、これで囲まれる可能性は一気に減りましたね。さあ、で、クリームが、ここで待ってます。まあ、赤点がさっき出たのでね、カルマを倒した。まあ、ここでまず1キル取れるかな。おー、ちょうど来た。やった、1キル取ったけど、すぐカバー来て。さあ、残り32秒で 1v1。さあ、ここ、何が熱いかって、スカンピーとセリウムなんですよね。この、スカンピーは昔からやってる、ベテランプレイヤー、バーサス18歳のルーキープレイヤー。さあ、敵はかなり距離を取ってる。しかも、こっちはスカンピー側としては会場にも行かないといけないから。いやー、サウグ持ってるけど、敵はマドックスだからかなり不利の状態で、この、このショット。いやー、そりゃね、叫ぶんですよ、こんな。で、なんでこんなね、ファンもこう、うわーって盛り上がったかっていうと、これね、
やっぱり今作ね、やっぱなんか18歳とか若いプレイヤーがね、ダッシーとかもそうなんですけど、活躍してるんですよね、かなり。で、やっぱりこう、昔からやってるプレイヤー、スカンピーとかが正直今作あんまり調子は良くなかったんですよね。で、ここで、この、本当になんか、一番なんか重要なシーンで、スカンピーが、こう、ね、まあ、ベテランプレイヤーのごとく、若いルーキープレイヤーも、バシッとね、倒すっていう。いや、あの頃の、昔のキングのスカンピーが、戻ってきたぞ、みたいな風に思わせるような、このプレイが、来たから、もうスカンピーもあんな叫ぶし、もうファンも、わーってなったんですよね、これ。いやー、やっぱりこうやってくれるね、こう重要なところで。で、最後のね、このスカンピーのプレーをちょこっと解説すると、今作はやっぱりてか COD というゲームはね、やっぱりちょっとね変なんですよ、当たり案っていうか。まあ、スライディング、今作特にスライディングがあったり、こういうスカンピーのちょろ飛び出し打ちとか、敵側からしたら何が起こってるかっていうと、エイムアシストが外れてたり、当たり判定がちょっともうずれてたりするんですよ、このゲームも。そういうもんなんですよ。まあ、海外だとこのプレイのことを、まあ、カメラブレイクとか言うんですけど、本当敵のカメラを壊す。もう本当当たり判定、自分の当たり判定を敵から見た、自分の当たり判定をもう壊すっていう意味合いで、もうそういうプレイなんですね、これは。で、これ、ちょっともう一回見ると、スカンピーが、こう、チラチラショルダリングして、この、スッて飛び出すんですよ。スッて。スッて飛び出して、ピッて。スッスッ。いやー、うまいっすね、これは。まあ、この COD e スポーツの熱さ、まあ、伝わったらね、嬉しいですね。で、この、配信は、まあ、本当日本時間、この試合はね、アメリカでのアナハイムでやってるんで、まあ、日本時間のかなり夜中とか朝になっちゃうんですけどね。まあ、リアルタイムで見たい方は Twitch、Call of Duty Twitch のね、公式アカウントでやってるんでね。やっぱリアルで見た方が、リアル違うな。まあ、確かにリアルで見た方が面白いけど、配信で見た方がね、なんか動画よりやっぱ面白いですよ。なんかリアルタイムで見た方がこう、熱いものがある。で、今後ろにいた人が、TP っていうオプティックのコーチなんですけど、まあ、最近はこう、ストリーマーとしてもね、有名かな？ブラックアウトよく配信してて、この後ろに出てくるかな？で、この TP っていう人はもともとね、カルマとか、あと、クリームシックスとかと、ゴーストの世界大会チャンピオンシップで優勝したこともある、まあ、ほんとベテランの昔のレジェンドプレイヤーなんですけど、それがもうコーチについてるんですけど、このいいね、このこのシーン熱いね、なんか。はい、というわけで、一気に喋りましたが、まあちょっとね、面白さ伝わって参考になったら嬉しいです。というわけでお疲れ様でした。ぜひグッドボタンとよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. No opinion.